椅子がね、エアロバイクになってるところがね、続々と誕生してるみたいよ。へえ。日本とちょっと、これとは違う。エアロスミスやってほしいな。それロッカーねえ、エアロスミスかっこいいじゃない。今中国で、コロナ禍でね、体大きくなっちゃった人多くなったんだって。だから、これ、本末転倒やがな。これこぎながらマック食ってんでしょ、本末転倒じゃない。いや、でも可愛いね。なんか、女の子頑張ってる。こういう姿見るのね。なんか可愛くていいけども、本末転倒やがな。ねえ、おぱちーん。あら、ラビちゃん、どうしたの？やばい写真が出てきたんだよ。フィリピンで撮られた心霊写真が、もう怖すぎて、おばちゃん、ブルってちびるよ。え？そんな、ちびるような写真、あ！あ、これ。左の女性。え、左？で、これ。あの、ミッキー。写真で。なんでそうなんて、パパ。え、だってこれ、ミッキーを表してんでしょ？違うのかしら？おばちゃん、右。え、右？右。もうちょっとおばちゃん、ボイーンってなってる方が多分。いや、もういい。もういい。でも、右の島崎我が子、芸能界長引きてるわよね。あ、似てるけど。え、だってこれ島崎和歌子でしょ？違うのかしら？おばちゃん、フィリピンだって言ったでしょ？いや、だって。え、これ、島崎和歌子じゃない？どう見ても。ねえ。いや、あのね、グラビア、すごいよ、和歌子ちゃん。おばちゃんね、結構好きよ。そういえば、くら寿司がすごいお寿司出したの。ラビちゃん知ってるかしら？すごいお寿司？何それ？じゃ、ちょっと待ってて。死んじゃったと。カラビア。くら寿司、一人用設置、個設置、期間限定発出。なんで笑ってるの？いや、こせちて。いや、おばちゃん真剣読むよ。年末年始限定の豪華おせち、あ、お持ち帰りセットも、回転寿司チェーン、くら寿司や新年を、祝う、華やかな商品が多数登場する、新酒初売りフェアを12月27日から期間限定で開催する。こせち。おばちゃん、ちゃんと読んでいけないと、かわいそうじゃん。なんて、骨折って。え？これ、お持ち帰り、不可。いや、店内よ。ナビも流しちゃったから、つぼってきた。ねえ、骨折って。いや、ネーミングセンス良すぎじゃないのよ。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。